こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。まず今までの動画よりも今日の動画なんとなくねちょっと感じが違うかなっていうのが分かると思うんですが、はい、そうなんです。ちょっとね撮影環境を整えるために、まあ、照明とかいろいろ導入してみました。どうでしょうかね。今日初めてその新しい環境で動画を撮るので、まあうまく撮れてるかどうかわかんないんですが、ちなみにどんなことをしたかっていうと、まずカメラのスマホのカメラ自体の設定をちょっといじりました。ちょっとね光が入りやすくするようにして、まあ、まだねちょっと残ってるんですが、このメガネのね影をねなくそうっていうので、はい、ちょっと影が薄くなったかなと思います。あと画像映像もね全体的に明るくできたかなと思ってます。で見えないんですが足元に、ライトが一つあります。ちょっとねつけてみました。どうだろうな、あんま変わんないかなライト、うんっていう感じですね。であと結構ね広い範囲が見えるようになったと思うんですよ。スマホに後付けでつけられる広角レンズっていうのをつけてみました。そしたらカメラとの距離は前より近い位置で立って撮影喋ってるんですけれども、でも見える範囲は広くなるっていうことで、まあ、ちょっとね声も聞こえやすくなるかなっていうふうに思ってます。カメラと私の距離が近くなるので、まあ、音量も上がるかなっていうのと、あとはねマイクもね導入してみました。一気になんかいろいろ整いましたね。正しく使えてるかちょっと分かんないんですが、マイクは普段着物のトントンさんのマネージャーさんがおすすめしてたやつを、使ってみました。というわけで早速着物を着ていこうと思います。はい、今日はね木綿着物です。クルメガスリっていう名前で売っててリサイクルで買ったやつですね。これもね結構ちょっと重たさはあるんですけど着やすくて、あとねなんといっても柄が結構好きっていうのがあって気に入ってます。でね今日は寒いです。昨日まで結構本当にこれ11月かっていうような天気と暖かさがあったんですけど、今日になってね一気に曇って、曇るとやっぱり太陽が出てないってだけですごいね寒くなりましたね。というわけで中は証券の長襦袢で、よいしょ、上は木綿の着物で、まあ、ちょっとあったかくなるかなっていうような組み合わせにしてみました。はい、結構映りが変わりますね。メガネかけててもそんな気にならないかな。前はね、前の動画までは本当にこの顔の下の部分の影がひどくて照明が天井についてるやつしかなかったので、それでね相当顔映りが、まあ別に顔の良し悪しはどうでもいいけど、それにしたってちょっと見苦しいんじゃないのくらいの暗さがあったのですが、割と改善、まあ見るに耐えるぐらいには改善してきたかなっていうふうに思います。むしろね今までの映りがひどすぎて、よくまあまあこの映りで YouTube 発信やってるよなっていうのと、それで視聴者の方が見てくださってるっていうのが本当にありがたいし申し訳ないなっていう、そういう感じですね。こう思い返すとねやっぱり大事なんだなって思いましたね。こういう YouTube の何撮影するにしてもその環境を整えるっていうのが、これ見たけちょっと小さいので細い腰紐でやっていきます。よいしょ。そうなんですよね、インターネットで調べるとスマホ1台で YouTube 始められるとか、逆にYouTuber ならこれぐらいの環境を整えないといけないですよねみたいないろいろ書いてあるのを見るんですけどね、本当にチャンネル名の何恥じない意識の低さの撮影環境でやってるよなっていうのと、撮影環境を整えたら整えたで、まあ、他の YouTube やってる人に比べたら全然な環境なんですけど現状でも、なのにそれをねなんか嬉しくなって喋っちゃうっていうあたりがもう本当にチャンネル名そのままだなっていう感じですね。
まあね、これからはちょっと意識の低さも多少の機材でカバーできたらいいかなっていう、そういう感じですかね。そう、以前照明買うとかっていう話をしてたら意識高くなっちゃうからどうしようみたいな風に思ってたんですけど、別に照明とかマイクを導入したところで別に意識が高くなるわけでは全くなかったっていう。これね、見丈がほんとギリギリで、おはしょりこんだけしか出ないんですよね。もはやついたけなんじゃないかっていう、もうちょっと短く着てもいいんだけどとか言って、それで今から短くしだすっていうなんだけどね。そう、この着物はね、すごくリサイクルでお安く買わせていただいたんですけど、ほんと気に入ってるし着心地もいいし、でね、ここ見るとわかるかな、裏側見せた方がいいかな、あ、見えない。前の打ち上げもね、こんだけあるんですよ。後ろはもっとあるし、なので身丈を直しに伸ばすのに直しに出してもいいかなっていうのもちょっと思ってます、正直。ただ身丈出すのってこの打ち上げがあればいいってものでもないじゃないですか、ないじゃないですかっていうか、その奥身の長さも必要になるわけじゃないですか。なので、でちょっと私奥身のどんだけなんか縫い込んであるかっていうのがよく分かってないので、一回見てもらいに出す必要もあるなっていうのもちょっと思ってて、まあまた今シーズン終わって考える感じかなっていうところですね。よいしょ。とりあえず今シーズンはもうこの半襟ギリギリのおはしょり盛りギリギリのっていう感じでね、入りをもう本当にモリモリに出すっていう、ここまでいくとちょっとこの縫い目が見えちゃうね、もう本当にギリギリでいこう入りの出し加減とで、よいしょよいしょ、このおはしょりをなんとか稼ぐっていう、そういう作戦でいきますよ。で、よいしょ、身幅はね、なんか割とあるっていうか、私が着てる感じではそんなに足らないっていうこともないので、本当に丈さえあればいいなっていう感じなんですよ。雪もね、そんなもんですよね、こうしてるとね。ね、雪もあるし、まあ、今ちょっと半襟をめちゃめちゃ出してるから伸びてるっていうのもあるんですけど、全然これぐらいで足りるので、あと本当に丈だけだな、この着物は。なんとか出ないかな。奥身さえあれば出るんだけど、ちょっと腰は出てるじゃんね。よいしょよいしょ。はい、そんなわけで。新しく撮影環境を整えましたっていう、そういう感じですね。今日は、11月の24の火曜日です。3連休明けですね。3連休中は、まあ、あんまりスマホ見ないようにしてて、あのコメントの返信とかもね、まだ全然手をつけてないっていう状況で、お待たせしてて申し訳ないんですがね。そう、インスタグラムの方もね、いろいろたくさんコメントいただいてるのに返してなくて申し訳ないんですけど、まあ、3連休の間はお休みっていうのでお休みさせていただきました。最後の日にね、ちょっと写真を1枚ポストしたんですが、よいしょ、こんな感じで、あとは背中のシワか、背中のシワ相変わらずなんか着物着るのにもたついてるあたりがね、全然なんか着るの上手じゃないよね。慣れは多少あるのかもしれないけど、全然、まあ本当に素人の自己満足っていうレベルですよ。こうやってこの後ろを押さえながらチッとやると、まあまあどうですかね割と整ったんじゃないでしょうか。はい、なんかこう着物着てて思うのが、こう上から下にこう、なんていうの、
から布を体に密着させていくみたいな、こういう動作が大事なんだなっていうのをね最近思いますね。日々気づきがあって楽しいですね着物は。で帯はこの博多の半幅帯にしようかなと思います。これポケットがついてるからどっちが上だっけ、ね、いつもねどっちがいいか分かんなくなるんですけど、はい、そう今日はねあのお客様が来るので帯をするっていう感じです。理由がないと帯をしないっていうね。よいしょ。お客様というのはワイマルシェでいつもカフェを担当されているトモズカフェのトモさんがねわざわざちょっと私の家に来ていただいて、でトモさんもなんか YouTube の発信を始めたいっていう風におっしゃってたので、何かまあ私の分かる範囲で、要するにスマホ1台でとりあえずなんかチャンネルの形は作れるよみたいな話とかをしたり、あとはね着物を着れるようになりたいっていう風におっしゃってて、着物でなんかカフェ、まあカフェをされてるんですけど、なんかカフェでちょっと出る日が作ってみたいとか、あとはなんか YouTube も撮りたいみたいなことをおっしゃってたので、私のこの皆さんのご覧の通りのありさまですけど、まあ基本的にとりあえず外出私は平気でやってるくらいのレベルの着方だったらお伝えできるので、まあ、来ていただいてちょっとね楽しくおしゃべりしながら、よいしょ、まあなんかそういうことをやるっていう会というかそういうことをするっていうのでね、我が家に来ていただくって、これちょっと手短いね、これね短いね短いです、はい、やり直し、やり直しすぎだよね私ね、基本的に帯に慣れてないっていう。よし、今日はちなみに久々に Y の字をやろうかなと思います。帯結びはその時の気分で決めてますけど、だいたい貝の口みたいな形になる、そういう系統の結び方になることが多いというよりはほとんどですね。半幅帯の時私その貝の口系しかやってないんじゃないかな、 Y の字とか吉屋とか、まあ、あと貝の口くらいしかやってない気がするな。名古屋帯の時は お太鼓かもしくは帯枕使わないやつみたいなのになることが多いかなという感じですね。よいしょ、するにはちょっとあれかな、これ短いわけでもなさそうだな、こんなもんか、よいしょ。そうね、半幅帯でたまにあれか肩ばさみやるのかな。なるちゃんはかあの貝の口じゃない、カルタ結びの人なんだけど、私あのカルタも好きなんだけど、カルタ結びだとねあのぐるぐるこう入れる過程で帯がバラバラになりそうな気がしちゃって、なかなかね手を出せていないんですよ。こんぐらいあった方がいいかな。よし、なので私はどちらかというと貝の口派っていう感じですね。昔浴衣しか着てなかった頃は文庫結びしかできなかったので文庫結びやってたんですけど、今思うとさ文庫結びの方が貝の口より大変じゃないって思って、あの結ぶのが確かにその実用面でもこういうペタンコな感じの結びの方がいいっていうのもあるんですけど、こんな感じで、さあ帯締め何しようかな、緑にしようかな。はい、相変わらず最初から全くコーディネートを決めてないリハルですね。襟に合わせて緑にしています。この帯締めね、そう色がすごく綺麗で可愛いから買ったんですけど、意外と使えなくて、なんかねこの子だけ鮮やかすぎて浮いちゃうんですよ全体の中で、なのでなかなか使えてあげられてないので、ちょっとこういうねタイミングの時に使えそうな時に使ってあげるっていう感じで使ってあげようかなと思います。よいしょ、
な感じですね。なんかすっごい縦締め落ちてんだけど、なんでなんで、まあいいや、縦締めは中に入ってるんです。なんかひどいな今日、どうしたんだろうね私。縦締めが出てくるってひどくないですか。まあいいや、こういうのもね全部こうやって無理やり下線を作るっていう感じで、よし。ちょっとじゃあ帯締めはちょいしっかりめに締めとこうかな、半幅帯だけど。そういえば、そう、腰周りに今日は補正入れてないんですけど、補正を入れると気づいたのが、帯締めの長さが足りなくなることが多くなるっていう現象。今まで大丈夫だった帯締めも補正を入れるとその分太さが増えるから、よいしょ、長さがね足りなくなるっていう恐ろしいことが起こるので、こんなもんでいいかな。なんか補正も良し悪しだなっていうか、リサイクルでしか帯締め買ってないっていうのが原因なんですよね。私が持ってる帯締めで1本だけ自分で買ったのがあるのと、あとはあの母の持ち物だったやつもがあるんですけど、そっちはね冷蔵用って感じの金色とか銀色入ってるみたいな、そういう系の帯締めなので、なかなかね使い道がなくて、普段使いはやっぱりリサイクルで売ってるこういうカジュアルな帯締めが多いんだけど、よし、とりあえず形にはなったかな。おはしょりもここ出てるしね、時々おはしょり伸ばしてあげないとあれなんだけど、もうねもうほんとこのもうギリギリ状態です。おはしょりはもう腰紐カバーみたいな、そんな感じになってます。諦めてついたけで着てもいい気もするんだけど、まあなんとなくね、てかついたけの着方を分かってないっていうのもあって、よし、はい、こんな感じで今日はお客様というか、まあ、トモさんとね楽しく過ごしたいなと思います。よし、あとはあれだな、部屋の掃除をもうちょっと頑張らないとこの空間はね、あの撮影用に、そこはねあのなけなしの意識で頑張って何もない状態空間を作ってるんだけど、それ以外の部分がね割と散らかってたりするので、そこをね片付けないといけないなっていう感じですね。あとはホコリ、なんかこの棚の上のホコリとかをさ、こうやってワイパーでやらなきゃいけないなっていう、そういう感じですね。もう11月も後半だからそろそろ大掃除も始めないと年末に大変な目に遭うか、もう諦めてもういいやってなっちゃうか、まあ後者の未来になる可能性の方が高いので、ちょっとね今のうちからやっておかなきゃいけないなっていうのは思いますね。はいそんな感じです。あとは何だったかな。そう、なんかね、いろいろ皆さんに言いたいことがたくさんあったんだけど、こういざ着替え始めると全部飛ぶっていう、そういう感じですね。これちょっと長いね、中の長襦袢がね、そう、もともとこの長襦袢がの雪が長いんですよ。だからちょっと長襦袢は爪気味に着て、でこの着物をね、こうちょっとねこう引っ張るとね伸びるから伸びるから、雪がこうするとね、あのここのあの半襟が出て雪が伸びるので、まああれですね、雪がちょっと足りないなっていうような着物を持ってる方は試してみるといいと思うんですけど、引っ張るといいですよこれ。ポイントはね、こう長襦袢をちょっと押さえながら引っ張るってことかな。めんどくさい時は両手でビャって軽く引っ張っちゃうんだけど、あんまり引っ張っても 限度はあるのであれなんですが、はい、試してみてください。そうだ、あのインスタグラムでの話なんですけど、そう、ね、なるちゃんと一緒に着替えた動画でも軽く話したんですが、私あのインスタグラムでやってた、今もう終わったんですけど、着物ワングランプリ、キーワングランプリ、アシスターさんっていうお仕立てとかの
やってらっしゃる会社のが主催でされてた、キーワングランプリに、まあ、せこせことねあのインスタグラムにタグをねちょっとつけて投稿させてもらってたんですけど、それであの検討賞という賞をねいただきまして、いや本当にありがとうございます。ちょっとねこの動画で話すには話が長くなりそうなので、またその話は次回させてください。それでじゃあ軽く紹介しようかはい、このね朝の捨ててこうねいただいちゃったんですよ、検討賞で。もともとあのキーワングランプリに検討賞なんて賞はそもそもなかったんですよね。でもなんか私の写真をスタッフの方は気に入ってくださって、何かあげたいっていう風におっしゃってくださって、でいただきました。あの本当にこれ欲しかった。私朝の捨ててこって結構憧れじゃないですか、着物で捨ててこ履く民族的には。でも朝の捨ててこってまあ端的に言うと本当に高いんですよ。お金の問題なんですけど、本当に高くてなかなか手の出せるようなものじゃないんですよ。それをねいただけたっていうのはね、いやありがとうございます。私のことよく分かってるなって思いましたはい、またその話はね詳しくまた別の動画でさせていただきたいなと思います。ちょっとこんなざっくりとした話じゃ申し訳ないっていうか、私自身がねもっとね詳しくそのキーワングランプリについてお話ししたいので、またその話は次回聞いてくださいはい、それではなんだ、まあ、とりあえずこの撮影環境がちょっと変わったので、感想というかなんか音が小さいとか前に比べてなんかここが悪くなったみたいな点があったら教えてください。で、まあ、改善点はできるだけまた改善して見やすい動画を作れるようにしていきたいと思っております。特にね問題がなければこの環境のまま次回以降も撮影をしていきたいなと思ってるので、ご意見いただけると嬉しいです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。